こんにちは YouTube 美の松原です今日はですね、今から統計上マーチに受かるのかっていうお話をね、していきたいと思います。基本的には、英語と現代文を今から半年ぐらいかけて仕上げていくってことを集中してやっていったほうがいいです。 なかなか、ねえー、英語は伸びにくいですで。現代文は僕の方法論でやっていただいたらすごく早く、ね、習得できるので、まあ、現代文本当に早くあの勉強するのをお勧めしますが、とにかくこの英語と現代文というのは文系の中で非常にウェイトが高いし、かつ、今ね、その2科目に集中して伸ばしきれば、これ、なかなか、ねえー、いいんですよ、戦略的に。えー、どううういいっていいかとと英語と現代文っていうのは 一回成績が上がったら下がらないんですよ、基本的には。全く復習しなくても下がらないそんなにね。英語はちょっとやっぱり、たまにこう触れないと忘れちゃうんで、あのあれですけど、現代文なんかは一回上がったらもう全然下がらないですね。で、前半で、その私立文系、国立文系で重要な英語と現代文ガツッとね、前半で仕上げて、で、 まあそれ以降は全然ね、復習コストがかからない状態にしておいて、暗記科目の歴史とか、古典も暗記ですよ、あれは所詮ね、その暗記をしっかりやっていく、そうすると、一番ね、復習する回数が少なく、入試を迎えられるということですね。今ね、英語も現代文も仕上がってないのに、例えば世界史を勉強したとしましょう、そしたら、ずっと復習しないといけないですね、忘れちゃうんですよ、ああいう科目は。 そうすると時間がすごい無駄だしその無駄な時間を本来英語とか現代文に費やしていたらガツッとねやっぱりその全体の総得点が伸びるんですよねだからこれは非常に大事な観点なんであのぜひね忘れないでいただきたいと思いますでかつね特に現代文現代文を仕上げていけば、まあ、社会の科目の何て言うのかな知識を体系的に理解して覚えるっていうこともできるので実は非常に 暗記に効果的な当然それは古典にもねそれは波していきます、うんまあ、こういう観点で取り組んでいけば今からねじゃあ早稲田慶応上智マーチカンカンの受かるか受かりますもちろん学習院も受かりますそういう夢をね持ってこの1年頑張ってみてください、はい、で次は理系編について話していきたいと思いますがあ あとね、選択科目、選択科目のね選択も非常に大事です。最後にちょっと補足しましょう。もしね、世界史と日本史が同じぐらいの好き好みであれば、僕は基本的に世界史をお勧めしています。その理由としては、範囲が広い、つまり求められる知識の深さがさほど日本史ほど深くないからですね。逆に日本史は日本だけなんで、めちゃめちゃ深く理解しないといけないし、覚えなきゃいけない。結構ヘビーです。 で特に、嫌いなのに日本史選んでる人とかいるんですよ、学校で授業を受けてるからという理由でね、でも、社会の科目は別に授業を受けてる受けたない関係なく、自分で独学で学べていけますし、その方法は、えー、この YouTube 以降で全て公開してます、まあ、再生リストからもいけるようになってると思いますし、僕の、えー、このチャンネルの検索窓で、えーまあ、大学名と世界史とか、大学名と日本史とかで入れてもらったら、その勉強法がわかると思います。 で日本史はもう本当に好きだという人にとってはとてもいいと思いますが現役生で今、英語と現代文があんまり伸びていない場合は、えーちょっとね、日本史がボリュームがすごくあるんであので間に合わない可能性があるからもしそういうの悩む方は、ね、コメント欄とかあとまあ説明欄にあるフォームからご相談くださいであと、整形に関してはその仕組みとか、えー、ロジックが非常に面白いと感じる方 まあ政治分野、経済分野ありますけれども、であれば、基本的には使っていいと思います、ただ逆に、なんかその覚える量が少ないから、あの公民、政権がいいやっていうふうに聞いてね、選ぶ人いますが、それは危険ですね、結構ね、あれは暗記型じゃなくて理解型の科目なんで、好きでしっかり仕組みを理解してやっていくっていうスタンスでやらないとなかなか、爆死しますね。うん、だからあとはその 意外と使える科目っていうのが、使える学部っていうのが絞られてくるんで、あのそこはあの注意だと思います、でさらに注意なのが、地理ですね、地理も本当に理解型の科目なので、好きな方は非常にいいですが、えっとね、使える学部っていうかね、出願できる学部はすごく限られてます、だから自分が行きたい学部があって、それが地理が使えて、地理が好きならば、地理は非常にね、こう覚える量が少ないからいいと思うんですけども、まあ、その点、注意ですね。はい では後半に続きます。